はい、こんにちは、116ウィンズです。先日球界中に衝撃を与えたエンゼルスアルバート・プホルスの DFA、 MLB の40人枠から外されてしまいましたが、大方の予想通りウェーバーやトレードで獲得する球団は現れなかったため、プホルスは FA となっていたんですけれども、今日なんとエンゼルスと同じくロサンゼルスエリアを本拠地とするドジャースと契約を結ぶことが報道されました。これはロサンゼルスタイムズのホルヘ・カスティーヨ記者が最初に報じたもので、チームからの正式発表はまだですが、他のメディアも追随していますので、近いうちに発表されるものと思われます。プホルスについてはいくつかの球団が興味を示しているという話は出ていましたが、優勝を狙えるチームとなると選手層など考えるとプホルスが行くことはまずないと思っていましたが、まさかの昨年の世界一ドジャースへの移籍と、プホルスのあのタイミングでの DFA は意外でしたが、移籍先がドジャースとなったのもまた意外な結果でしたね。なお今期のプホルスは年俸が3000万ドルですが、その大部分はエンゼルスが負担し、ドジャースは MLB 最低年俸の日割りの負担のみとなります。一応ここに至るまでの経緯をおさらいしますが、プホルスは今期がエンゼルスとの契約が最後の年でした。2011年のオフにチームと10年総額2億4000万ドルという超大型契約を結んでいまして、エンゼルスでの10年間で222本のホームランを記録。またプホルス自身のマイルストーンもいくつかエンゼルスで達成していまして、通算500ホームラン、600ホームラン、さらには3000本安打もエンゼルスの選手として達成しています。ただトータルのパフォーマンスについてはエンゼルスが期待していたものではなく、10年間で OPS が8割を上回ったのはエンゼルス1年目の2012年だけですし、エンゼルスに来てからはカージナルス時代に毎年のように達成していた3割30本100打点を一度も達成することはできませんでした。エンゼルスでの10年間で記録したウィンズ・オブ・リプレイスメントは合計で 12.8 とレギュラーとしては物足りないですし、チームもプホルスが在籍した間プレーオフには一度しか進んでいませんので、彼の契約が重荷となっていた部分はありましたし、戦力としてはもうカウントするのが難しい状況でしたが、一方でプホルスとエンゼルスは彼が引退した後にチームの顔として活動するための契約を結んでいまして、契約途中でエンゼルスを離れることになるのはまずないだろうと思われていただけに、 DFA は予想外の出来事ではありました。ただ今期のエンゼルスはプホルスと同じくファーストを守るジャレット・ウォルシュが本格的にブレイクし、さらには DH についても大谷選手の打撃がここまでは好調で、ファーストにしても DH にしてもプホルスの出場機会を確保するのが難しくなってきていました。本来ファーストのウォルシュをライトに回したりもしていましたが、マイナーに有望な若手の外野手のジョー・アデル、さらにはブランドン・マーシュが控えているエンゼルスはウォルシュをファーストに専念させ、ライトのポジションを彼らの昇格に備えて開けておきたいという思惑もおそらくあったでしょう。いずれにしてもプホルスはエンゼルスに残ったとしても十分な出場機会は与えられなかった運命にはありました。またプホルスはチームの起用法にも不満があったのではないかとも報道されていました。DFA 前日の現地時間5月5日のレイズ戦ベンチスタートだったんですが、この日登板予定のレイズのライアン・ヤーブロー相手にプホルスは通算9打数6安打2ホーマーと非常に相性が良く、にもかかわらずプホルスは出場しませんでした。でもっと言えばこの日のエンゼルスのスタメンはアンソニー・レンドーン、ジャスティン・アプトン、さらには大谷選手と主力のバッターを複数人書いていまして、ヤーブローとの相性の良さを考えるとプホルスを使わないというのは不可解な判断ではありました。プホルスをスタメンに入れなかったのはエンゼルスフロント主導の判断だったそうで、ここにプホルスが不満を抱いていたとのことでした。この不満がどれほどチームの判断に影響したかは不明ですが、両者の溝は決別を決定づけるもので、 USA Today のボブ・ナイチンゲール記者はプホルスとエンゼルスフロントの確執も報道していまして、また実際プホルスの DFA を発表する会見においてプホルスの姿はありませんでした。ということで突然ではありますが、エンゼルス時代が終わったプホルス、 FA となって他の球団と契約もできる状態となりまして、どこのチームと契約するのか、というかどこのチームと契約できるのかは注目されていました。プホルスが現役のバッターで最高の実績を残していることは誰の目にも明らかである一方で、41歳となりファーストしか守ることができず、また今期の打撃成績も低調な選手を果たして獲得したがる球団はどれほどいるのか、年齢のことも考えますとファーストをフルで守るのも厳しいので、 DH のある AL しか現実的に選択肢がないのではないかとも思われました。でプホルスについてはいくつかの球団が獲得に興味を示しているという話が、チーム名は明らかになっていませんでしたが出ていまして、またプホルス自身も出場機会の減少を受け入れるとしてフルスカージナルスとも接触したという話も出ていました。出場機会の減少を受け入れるというあたり、エンゼルスと決別する要因となった出場機会の問題と整合が取れてないとも思いましたが、もしかしたらこの獲得に興味を示しているチームの中にはプホルスに安定した出場機会を与えられるチームがなく、プホルス側が条件を落としたという側面ももしかしたらあるのかもしれませんね。で実際プホルスはおそらく世界一選手層が厚いドジャースと契約しましたので、出場機会の減少を受け入れるとした話は本当だったんでしょう。とはいえドジャースがプホルスを取るとは思っていませんでしたが、ここにはプホルスの左投手に対する強さが影響しているのではないかと言われています。
プホルスは今季トータルで OPS6 割2分2厘ですが、左投手に限定すると打率2割5分9厘、出塁率2割8分6厘、長打率5割9分3厘、そして OPS8 割7分8厘と内容は悪くありません。ホームランも3本放っています。2年前2019年もプホルスは左投手相手に OPS8 割3分とやはり悪くないので、前世紀のバッティングはもう望めないにしても、左投手相手であればまだまだやれることを示しています。一方でドジャースはチーム全体として今季左投手相手にあまり結果が出ておらず、成績はご覧の通り OPS6 割6分3厘となっています。右投手相手にはドジャースはチームで OPS7 割9分9厘と考えますと、やはりドジャースというチームは今のところ左投手相手にあまり結果を残していないとは言ってもいいのかなと思いました。でもっと言えば、プホルスと同じファーストの選手に限定するとドジャースの対左の成績はさらに下がりまして、打率はわずかに1割3分2厘、 OPS5 割5分1厘となかなかに悲惨です。もちろんそもそもドジャースのファーストは今季マックス・マンシーがメインで担っていて、そのマンシーは左投手を決して得意にはしていないのがこの低調な成績につながっていると思われますが、課題ではあると言えるでしょう。またプホルスが来たことでより柔軟な選手起用も可能になったと思っています。ドジャースは野手に故障者が何人か出ていて、ベリンジャー、AJ ポロック、エドウィン・リオスあたりを欠いていて、ベンチのオプションが通常と比べて少ない状態となっています。また右打者に限りますと、ベンチにシェルドン・ノイジー、それから DJ ピーターズがいますが、2人ともバッティングでここまで結果が出ていませんので、こうなるとなかなかスタメンで使いにくいですよね。ここにプホルスが加われば、もちろんプホルス自身もめちゃくちゃ打てるわけではないにしても、対左投手相手にはファーストでスタメンという選択肢を取ってマンシーを休ませることができますし、またマンシーはファースト以外にもセカンド、それからサードを守ることができる選手ですので、マンシーのユーティリティ性をより活かすことができるのではないかとも思いました。対左投手への相性の良さ、それからチームに柔軟性を与えることを考えますと、ドジャースは今回プホルスを当面の戦力として計算した上での獲得に個人的には見えました。またプホルスとしては最後に勝てるチームでプレーしたいという思いがもしかしたらあったのかもしれませんね。おそらく安定したチャンスがもらえて、かつ勝てるチームでプレーすることが一番の希望だったと思いますが、それが叶わなかったので、ドジャースという昨年の世界一、現実的に連覇の可能性も秘めているチームを選んだというところもありそうですね。プホルスはキャリアの中でカージナルス時代の2006年、それから2011年と2回世界一を経験していますが、エンゼルスに来てからは先ほども触れましたが、そもそもプレーオフにすら1回しか進めていないと。41歳で今の成績を考えますと、あとプレーできても今年あるいは来年まででしょうから、プホルスとしても最後にもう一度世界一を狙えるチームに行けるチャンスがあるなら、そこに行ってチャンピオンリングを取りたいという思いはもしかしたらあったのかもしれません。戦力として考えてくれているというところに加えて、勝てるチームに行けるというところが今回のドジャースとの契約につながったのかなと思いましたね。それにしても、ただでさえオールスター軍団のドジャースですが、今回のプホルスの加入で選手の実績がすごいことになりましたね。もともとカーショー、バウアー、プライスとサイ・ヤング賞経験者が3人いて、さらに MVP がベリンジャー、ベッツ、カーショーと、こちらも3人いましたが、プホルスが来て MVP 経験者が4人となりました。おまけにプホルスは MVP3 回輝いていますので、サイ・ヤング賞は3人で計5回、 MVP は4人で計6回と、こんなレベルの選手たちが一つのチームでプレーするなんて夢のようですよね。ドジャースは今季ちょっと一時期つまずいて現在地区3位ですが、プホルスというベテランを加えて、ここから夏場に向けてチームの状態上げることができるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。